ニューヨーク市立大学ハンター校は、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市マンハッタン区にある都市型公立総合大学である。ニューヨーク市立大学システムの一つ。一般に、ハンターカレッジ、または、ハンターと呼ばれ、主に教育学や、衛生学、看護学、社会福祉学などの学部が著名。大学の中核は、マンハッタン区の最高級住宅街である。 アッパーイーストサイドの68丁目の歴史ントン街に位置する。ニューヨーク市地下鉄に直結した3つの近代的なビルがそのメインキャンパスであり、それらのビルは連絡通路によって相互に行き来可能である。ハンターカレッジは1870年創立、アメリカ合衆国で最も古い公立大学の一つである。19世紀当時、 アメリカ合衆国を席巻していた市販学校創設の流れにその起源を持つ。校訓はミヒクーラフッツリ、将来の心積もりは我が手にあり。アイルランド系移民であるトマス・ハンターによって女子市販高等学校が創立されたのが今日のハンター・カレッジの前身であるが、当初は教員を養成するための女子学校であった。ニューヨーク州議会によって正式認可され、 19世紀後半には、ニューヨーク州において教育者を志す、若者のための唯一の市販学校となった。学校は、能力の引い出た子どもたちのための小学校、中高一貫の高等学校を組織の一部に組み入れ、子どもたちはそこで教育者になるための訓練を受けたので、ある。1887年には、幼稚園も併設された。現在でも、 小学校と高等学校は別の場所に存在し、ハンター・カレッジ付属高等学校は全米でも有数のエリート校となっている。トマス・ハンターが学校の初代総長であった間に、ハンターは、カレッジは人種、宗教、民族、経営、政治的な選考に関する中立性、女性に対する高い教育の追求、入学の難度、 厳格な研究活動で知られるようになった。大学の学生人口は飛躍的に拡大し、大学はミッドタウン東部に新設されたゴシック建築にその所在を移したのである。1888年に学校はニューヨーク州の制定法に基づき、大学として法人化された。このことは学校を二つのキャンパスに分離させるという結果を導いた。コースは、 州で認可された教員になるための実践的なプログラムであり、研究者養成コースは、非教育的職業、または学士号の取得を志す人のためのプログラムとなった。しかし、1902年に市販コースが排除されて、以降、研究者養成コースが標準となった。1914年に市販学校は、初代総長の功績を称え、ハンターカレッジとなった。 同時に入学者の増大に伴い、大学側はブルックリンク、クイーンズク、スタテントークにそれぞれ支部を新設する。1920年まで、ハンターは全米のあらゆる公立大学の中で最大の女性入学者を誇ることになる。1930年代後半には、ブロンクスにも支部を設ける。1964年以降、 男性の入学を認め男女共学となり、現在に至る。大学は女性教育の伝統を堅持し、学生の4分の3は女性である。現在までに女性2人のノーベル賞受賞者を輩出している東部の名門大学の一つである。2010年度はベストバリューパブリックカレッジバイプリンストンレビューにおいて全米で1位に輝いている。大学内には プエルトリコ学の研究機関であるセンター・フォープエルトリカン・スタディーズがある。現在、ハンターカレッジは総合教育研究機関である。世界64カ国からの留学生を含む2万人以上の学生を抱え、そのうちのほぼ5000人は大学院に所属している。ニューヨーク市立大学システム内で最大の学生数を誇る。ハンターカレッジ9 2ハンターカレッジ、 ベストカレッジ US ニュースありがとうございます。